こんにちは。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。霊夢はムー大陸というものを知っているか？聞いたことはあるけど、詳しくは知らないよ。ムー大陸とは、今から約1万2000年前に太平洋にあったとされている、失われた大陸のことを言うんだぜ。ムー大陸って、本当にあったのかな？本当に実在していたかどうかは、はっきりとわかっていないが、火山の噴火や津波、もしくは大地震により一夜にして海に沈んだという伝説があるぜ。ふむふむ。世界地図を確認すると、大きな大陸に囲まれた中央に位置する海、それが太平洋だが、とても広い海だよな。まるでそこに何かがあったかのように、広い海だよね。この太平洋には、東西約 8000km、南北約 5000km という、広大なムー大陸があったと言われているぜ。それは大きいね。ハワイやタヒチ、イースター島、グアムも含む太平洋の中心にあったとされるムー大陸は、とても大きく人口は約6400万人いたとされているんだぜ。古代文明がとても栄えており、人々は豊かな生活を送っていたそうなんだぜ。文明が栄えていて、大きな島のムー大陸には、どんな人々が住んでいたと考えられているのかな？ムー大陸には白人で構成されている民族が住み、ラムーという太陽神が化身した王が、大陸を治めていたそうなんだぜ。軍事力を持ち、他の国を制圧し支配する領土を広げていた矢先の大陸滅亡だったのではないか、とも言われているな。すごい文明や軍事力を持っていても、滅亡したのは一瞬だったんだね。また、ムー大陸と交流のあったと言われているアトランティス大陸も、同じ頃に火山噴火と津波によって滅びてしまったのではないかと言われているぜ。どちらも自然災害で滅んでしまったんだね。ムー大陸が存在したのではないかと考察されている場所は、約1万2000年前から海の底にあると言われているぜ。謎多きムー大陸だが、実は日本との共通点が存在することはご存知かな？霊夢。え？急に日本が登場したけど、共通点なんてあるのかな？今回はその驚くべき共通点をお話ししようと思うぜ。それは面白そうだね。ぜひ聞かせてよ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。皆さんは、ピラミッドと聞くと、どんなことが思い浮かぶかな？古代エジプトの王様、クフ王のお墓と言われるエジプトのギザに建てられたものが、ピラミッドじゃないのかな？このギザのピラミッド、どうやって作られたものなのか、そして何のために作られたのかは、わかっていないんだぜ。これは世界の大きな不思議だよね。何よりもこのピラミッド特有の形には、参考になったものが、日本に存在していると考えられているんだぜ。え？エジプトと日本はとても離れているよ。ピラミッドを建設する技術面としても、日本の緻密で精巧な技は、世界一ではないかと思われるぜ。日本には、エジプトのピラミッドよりも、はるか前に作られたピラミッドがある、と唱えたのが、酒井勝時氏であり、日本のピラミッド発見者であると言われているぜ。日本にピラミッドがあるの？酒井氏は大学卒業後、その高い知識と語学力を持っていたことから、パレスチナやエジプトに派遣され、日本政府からとても大事にされた人物だぜ。酒井氏によると、日本のピラミッドは、エジプトのように露出している状態ではなく、自然の山と同化した状態で、パッと見てわかるものではなく、隠れているのだというんだぜ。ほうほう。さらにピラミッドは、雨の御柱という意味があり、墓ではなく、祭壇であった、との見解があるようなんだ。重要人物として仕事していた政府の関係者である酒井氏のこのお話、当時これを聞いた国家関係者たちは、それは鵜呑みにはできないものでもなく、真偽についてとても悩まされたのではないかと思うんだぜ。酒井氏はどうして日本にピラミッドがあると考えたのかな？ピラミッドの定義といえば、まず一つは三角錐なんだぜ。本来は自然の山を利用し、なるべく手を加えないと積み上がるわけだが、エジプトは砂漠なんだぜ。ピラミッドは砂漠であるため、理想的な山が見つからなかったため、仕方なく石材で作ったのではないかと言われているぜ。ふむふむ。また、ピラミッドの頂上もしくは付近には、ストーンサークルや人工的に作られた岩が置かれているとされていて、その近くにはそれを崇拝するための小さな山があり、祭祀用の施設が存在すると言われているぜ。日本の山がエジプトのピラミッドの元になっているかもしれないと言われだし、最もこの状況に当てはまっている山が、秋田県にある黒俣山だぜ。そこはどんな山なのかな？その景観はまさにピラミッドの美しい形をしていて、この山についてはピラミッドに関する本格的な調査が、過去に数回行われたことがあるそうなんだぜ。ふむふむ。山は地下から山頂にかけて一段の高さが7から10メートルほどの、石で作られた階段状の構造となっているぜ。各階段表面には小石がびっしり敷き詰められており、このような点からピラミッドなんじゃないのか？ってことが言われているそうなんだぜ。そう聞くと、ピラミッドなんじゃないかと思えてくるよね。
現在の黒俣山は、1000年前に噴火したと言われる十和田山の火山灰が、山の上へ積もってしまい、その場所は杉林で覆われた。そのため、現在はただの森のようになっていて、見た目ではわかりづらいんだが、つまりは人工的に作られたピラミッドを火山灰が覆って今の山ができた。ってことが言われているそうなんだぜ。ほうほう、ピラミッドであることを裏付ける情報は他にもあり、黒俣山の地中をレーダー調査したところ、一辺が10メートルほどの空洞があることがわかったんだ。それってもしかして、誰かのお墓ということじゃ。空洞内には直方体や球体をした何かがあることが確認されているものの、その何かについては公表されていないとのことなんだぜ。そこは謎のままなんだね。黒俣山は、地方では黒マンタと言われているそうだぜ。黒マンタ？この黒マンタとは、アイヌの言葉で神の山という意味だということなんだぜ。これは黒俣山が人々から何らかの形で信仰されていたのではないかと考えられるんだぜ。黒俣山はただの山ではないと考えられるんだね。さらに、黒俣山がピラミッドと言われるもう一つの理由は、黒俣山の南西には日本最大の大湯環状列石と言われるストーンサークルがあるという点だぜ。ストーンサークルってどんなものなのかな？このサークルは正確に東西南北の方角を指しており、ここが祭壇として使用されていたのではないかということが言われているんだぜ。こういったことから堺氏が言っていたピラミッドの条件に当てはまる黒俣山はピラミッドなんじゃないかと考えられるんだぜ。他にもまだまだ日本のピラミッドではないかと言われているのが広島県の足岳山だぜ。そこはどんな山なのかな？足岳山は完全にピラミッドの形をしており、自然の形を活かしながら半人工的に石や土を積み上げられて作られたと言われているんだぜ。実際に足岳山山頂の地下からは巨大遺構が発見されているそうで、その巨石というのは丸い球体の太陽石を囲むように四角く並べられ、それをまた大きな石が囲んだ構造になっているんだぜ。これは人の手が加わっているのは明らかだね。自然では絶対にできない構造であると言えるだろうな。足岳山は古くから信仰の対象となってきた山ではないかと言われることも納得できるな。堺氏は足岳山について、23000年の自然地形を生かしたピラミッドである足岳山から150メートルほどの距離にある小岳山が足岳山の拝殿であると言っているそうだぜ。御用山とは堺氏によってピラミッドに認定された岩手県の山なんだぜ。そこはどんな山なのかな？岩手県立自然公園の中に位置し、北上山系では早知根山に次ぐ高さで、海に近いところにあるため太平洋を見渡すこともできるんだぜ。この周辺では UFO の目撃情報が多くあることから、宇宙人が作ったピラミッドではという話が出るくらい、岩手県は非常にパワーがある場所だと言われているみたいなんだぜ。宇宙人がピラミッドを作ったなんて本当なのかな？御用山の山頂はとても綺麗な台形をしていて、日の出岩と呼ばれる人工的な巨大な岩が胃を寄せ合うように重なった場所があり、古代の神社の痕跡ではないかとも言われているぜ。竹内文書をもとに御用山ピラミッドを発見した堺氏によって、日本のピラミッドとして認定されたようだぜ。いきなり登場したけど、竹内文書って何かな？竹内文書という文献にはピラミッドについての記載があるということだが、ではこの竹内文書とはどういったものなのかご紹介するぜ。お願いするよ。竹内文書とは、竹内清丸の家に代々伝わってきたとされる膨大な古文書を指すと言われているぜ。古文書の内容はわかっているのかな？主に日本神話に載っていない日本の歴史が書かれていると言われており、都市伝説としてはこれが本当の日本の歴史を書いているのではないかと噂されている伝説的書物なんだぜ。ほうほう。実は堺氏はこの竹内文書をもとにピラミッドを発見したのではないかと言われているんだぜ。え、そうなの？日本政府の重要人物として仕事をしていたような、政府の関係者である堺氏が使用したとされたということで、竹内文書の信憑性が高くなったと言われるようになった理由の一つかもしれないな。そうなんだね。昭和13年、堺氏は黄色金という超古代の金属を探すために御用山を訪れているそうなんだ。先にお話ししたように、日の出岩と呼ばれる人工的な巨石群や御用山ピラミッド発見のきっかけとなったのが竹内文書だったんだぜ。竹内文書には他に書かれていることはあるのかな？竹内文書には長年架空とされていた古代文明と日本人の関係も書かれているそうなんだ。その古代文明とはムー大陸のようなんだぜ。それって本当なのかな？竹内文書の内容を要約すると、日本人は伝説のムー大陸の子孫で、ムー大陸沈没後も日本は世界の中心だった。お釈迦様やモーセ、キリストといった大宗教の教祖はみんなすべて日本に来て天皇に仕え英知を学んだといったことが書かれていると言われているそうなんだぜ。
ほうほう。また、ムー大陸が沈んだ時に、ムー文明の一部の人は日本に逃げてきた。そこで住処にしたのが御用山だとも、竹内文書では言われているというんだぜ。他には何が書いてあるのかな？ムー文明人たちは、御用山をピラミッドに見立て、岩手県の釜石市から産出される特有の米鉄や陰鉄を原料に、ヒーロカネを作ったと言われているぜ。ヒーロカネってどんな金属なのかな？ヒーロカネについて、竹内文書の中では、謎の金属で火炎の揺らめきにも似ている。赤く輝き決して錆びることのない金属である。比重は金よりも軽く鉄よりも柔らかい。合金するとプラチナよりも硬くなる幻の金属、それがヒーロカネである。ということを言われているそうなんだぜ。ヒーロカネ、あるのなら一度は見てみたいね。東北の方というのは、岩手県は南部鉄器などの金属加工の技術が栄えていることからも、幻の金属は実際に存在するのではないかと考えることもできるんだぜ。堺市はヒーロカネを発見したと言っているようなのだが、その場所や状況についてはなんと非公開だそうなんだぜ。知っているのなら、ぜひ教えてほしいよね。これは日本政府関係者のため、公表しては何らかの不都合が生じると考えてのことなんだろうな。竹内文書が本当の出来事を記している書物であるならば、古代日本の人々はムー文明人との交流があったのかもしれないんだぜ。御用山ピラミッドの発見は、想像上とされていた、ムー大陸のその文明を証明することにつながるんだぜ。青森県には、キリストの墓が存在するとされている新郷村があるんだぜ。キリストは日本人だったっけ？海外でもピラミッドとキリストの墓が存在する村として有名なんだそうなんだぜ。海外でも知られているんだね。実際に村の案内板にも大石神ピラミッドと表記されているほどなんだぜ。このピラミッドは山というよりは自然の形を利用していて、周囲には正確に東西南北を示す方位石や古代の星座が刻まれている鏡石などが見つかっているそうだぜ。ほうほう。これらは太陽礼拝の場所として古代から使われていたのではと言われているぜ。周囲にある太陽石は昔はピカピカと光っていて、太陽が反射したその光を人々は崇拝したのではないかという説があるんだぜ。ふむふむ。これは古代エジプトのピラミッドもかつて太陽の光を反射させて白く輝かせていたとも言われていることから、これらの共通点からもピラミッドだと言われる理由なのかもしれないな。このことについては竹内文書に書かれていることから、大石神ピラミッドも日本に存在するピラミッドの一つだと言われるようになったのではないかということだぜ。青森県の観光サイトにも大石神ピラミッドについて書かれているんだよね。青森県の観光サイトによると、大石神ピラミッドは5万年前のものとされているんだぜ。エジプトのピラミッドが初めて誕生したのは約4700年前と言われており、ひょっとすれば大石神ピラミッドの方が元祖なのではと言われるゆえんのようだな。御用山も大石神ピラミッドも見た目はなだらかな山にしか見えないけど、これらは時代の流れとともに崩れていったんじゃないのかな？それは政府が意図的に削ったんじゃないかという説もあるそうなんだが、古代には正式に地殻錐の形をしていたけれども、災害などの影響を受けた可能性もあったのかもしれないんだぜ。そうなの？大石神ピラミッドの山の中には神社があるとされているんだぜ。古来から霊山として信仰され、祭祀が行われてきた痕跡もあるのだが、由緒がわからない祠も存在しており、現在においても謎を数多く残す場所とも言われているぜ。日本全国にピラミッドが存在しているのはわかったけど、じゃあ、どうして日本が最初なのかな？それは堺市によれば、ピラミッドはアマテラス大神を祀るものであり、神社のルーツになったものではないかと言っているんだぜ。ピラミッドが神社のルーツになったの？事実、東京都神社庁のホームページには、神社の始まりについて書かれているものには、昔から神様を祀る場所はあったものの、最初から現在のような社殿ではなかったことが、記載されているようなんだ。そんなことが書かれているんだね。もともと人々は、巨木や巨岩、山などが神様が降り立つ場所だと考えられていたことから、信仰の対象は山の上や巨岩だったそうなんだぜ。ふむふむ。そのため、やがてその場所に祭場を設けるようになることにより、それらを理由に神社には御神木や御神石があるのだそうだぜ。それらの雨風対策のために建物を作ったことが神社の起源になったと言われているんだぜ。そうだったんだね。多くの神社には本殿以外に拝殿があり、その拝殿にあたるものが日本のピラミッドにある巨大遺構なのかもしれないな。時代の流れに沿って現在のように変わっていったのが神社とされているようだね。世界地図を広げて、行きたい外国はどこだ？と探したのは、小学校3年頃の社会科の授業であっただろうか。どうしたの？急に思い出話なんかして、
道に迷い、紙製の地図をガバーッと広げる旅人といった街角の光景は、今やスマホやカーナビの普及により市政地図がもの珍しくなったんだぜ。ところで霊夢は、日本と世界の地形が実はとても似ていることをご存知だったかな？え、そうなの？にわかには信じがたい話ではあるのだが、例えば、よく見ると九州が、アフリカ大陸の形にとてもよく似ているんだぜ。四国がオーストラリア大陸、紀伊半島はアラビア半島、本州はユーラシア大陸、北海道は北米大陸。このように、よく見てみると日本の地形が、世界地図の各大陸などの、形とそっくりだということにお気づきいただけたのではないかな？そう言われればそんな気が。世界最高峰と言われるエベレスト、ヒマラヤ山脈のある場所が、日本地図で見ると富士山の場所と一致し、世界最大の湖、カスピ海は、日本地図では日本最大の湖である琵琶湖が一致するというんだぜ。それって、偶然じゃないのかな？大陸や島の形状は、ほんの少しずつではあるが、常に変化し続けているが、神の定めにより長大な時間をかけながら、地理地形だけでなく、あらゆる意味で世界の縮図になるように、仕組まれているのではないか、ということなんだぜ。そんなことってあるのかな？これは、日本は世界の雛形であると言われている理由なのだが、雛形とは、古神道的には、霊的なモデルというようなニュアンスがあり、神的な要素を含んでいるとされているぜ。ほうほう、12000年以上前に海底に沈んだとされる、幻のムー大陸の痕跡が、日本にあるのではないかと言われているんだぜ。それはどこにあるのかな？場所は、日本最西端にある、沖縄県与那国島だぜ。1986年、島の南方から150メートルほどで地元ダイバーによって、謎の海底遺跡が発見されたんだぜ。それがムー大陸の痕跡なの？水深約20メートルの海底に、長さ100メートル、幅60メートル、高さ25メートルほどの一枚岩を中心とし、岩がまっすぐに切断されていたり、ピラミッド状の神殿のようなものもあるそうなんだぜ。ここでもピラミッドが登場したね。でも、自然にできたものとは考えられないのかな？自然にできたものか、人工的に作られたものかは解明されていないぜ。与那国島海底地形と呼ばれているそうだが、公式としては遺跡と認定されていないようなんだぜ。海底地形には直角に加工され、人工的に作ったかのような階段がたくさんあるそうなんだ。ほうほう、中でも、神聖とされる右岸樹と呼ばれる場所もあるんだぜ。柱が埋まっていたかもしれない中血跡や切り立った岩壁など、なんと水路まであるんだぜ。ここまで人工的に見えるものがあるんだね。また、亀のモニュメントと言われる不思議な構造物もあるんだぜ。そして、これらは沖縄から遠く離れた東北、青森県にある、縄文時代の三大丸山遺跡と構造が似ているとの説があるようなんだぜ。そうなの？これがもし人工物である場合は、約1万年以上前に建築文明が存在したことになり、ムー大陸が存在した証明となるだろうな。このような神秘的な光景や謎を置き換えて遺跡は世界的にも珍しいそうなんだぜ。どう見ても自然にできたとは言いづらいものがたくさん発見されているのに、真相は謎のままなんだね。遥か太古の時代に一夜にして沈没したと言われているムー大陸。現在の地球では最近世界各地で大洪水やハリケーン、大きな地震が発生していることから、地球規模の活動期に突入しているのかもしれないと考えられるんだぜ。過去に預言者と呼ばれる人々からは、21世紀にアメリカの一部や日本の一部が自然災害で破壊か沈没する。そして古代ムー大陸があった場所に再び大陸が浮上してきて、破壊沈没で残った日本と繋がり、一つの大きな大陸になると言われているようなんだぜ。それってあくまで予言だけど、嬉しい内容ではないから、的中しないことを願うばかりだね。ムー大陸は太平洋にあり、日本がムー大陸だった。沖縄の海底遺跡こそがムー大陸である証拠なのだ、といった説は、東北のピラミッドや竹内文書などからも推測されるよな。確かに、そう受け取ることもできるよね。しかし、超古代文明は、日本こそが本当は超古代文明の中心であり、最も栄えていたのだが、何らかの秘密を隠し守るために、海に囲まれた日本列島といった島国に変化したのではないのかな？まさに太古のロマンだね。竹内文書によれば、日本に世界最古の文明があって、メソポタミア文明やエジプト文明を起こして、再び日本に帰ってきたと伝えているそうなんだ。山や岩など自然を神様と崇拝した日本のピラミッドの存在について、古代文明や神道の起源との関連性がもっと明らかになるかもしれないぜ。小さい山なども含めると、日本にはピラミッドっぽい山が結構多い気がするよ。
ひょっとしたら、あなたの地元にもピラミッドがあるかもしれないな。ムー大陸について、知れば知るほどロマンとミステリアスに溢れた話だよね。実際にムー大陸が存在したと信じれば、腑に落ちることが多くあるのも事実だぜ。未だに見つかっていないムー大陸の痕跡が見つかる日が来るのか？ワクワクはこれからも続くね。ということで、今回の動画は以上なんだぜ。この動画が面白かったら、チャンネル登録と高評価を、ポチッとしてくれたら嬉しいよ。よろしくお願いいたします。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。